ヒバマタ族は、滑走類ヒバマタモク、ヒバマタ科に分類される族。海藻の仲間、日本には、ヒバマタエフディスティカス SSP エバネッサンズの一種のみが分布するが、世界には、ユーラシア大陸や、北アメリカ大陸北部沿岸域に、多数の種が生育する。日本においては、主に、北海道の太平洋、オホーツク海沿岸で見られるが、日本海沿岸、あるいは、 東北地方の太平洋沿岸で見られることもある。長官体の岩礁に生育している。付着器を持って岩礁に付着し、養生体をまた上分岐しながら成長させていき、線形の胞子体を形成する。胞子体の大きさは通常15から20センチメートルであるが、50センチメートル近くに達することもある。肺褐色であるが乾燥すると黒変する。岩礁上で繁殖し、 大規模な群落もしばしば見られる。多くの藻類が単層の配偶体としての世代を持ち生殖を行うのに対して、ヒバまたは種子植物の受粉に似た生殖を行う。すなわち火期になると養状体の先端に生殖層を形成して生子を水中に排出する。生子が他の生殖層に到達して生殖層内の卵子との受精が行われると、 受精卵は発芽して新たな胞子体を形成する。この配偶体を形成しない生活形式をヒバマタ型と呼ぶことがある。日本においてはヒバマタ族の採集、利用について顕著な記録はない。しかし、イギリス北部、北欧においてはブラダーラック F ビシキアロシスが草木海の原料として古くから利用されてきた。また、ハーブとしても用いられ、 料理の香辛料としたり、ハーブティーとして引用されることもあった。世界でも突出した海藻食文化を持つ日本人があえて食用としなかった海藻を日本以外の民族が食用としていた誠に珍しい例である。要素を豊富に含むことが発見されたため、19世紀から甲状腺機能低下症などの治療薬として活用された。さらに近年では、 ミネラルやアルギン酸を含むことが注目され、ヒバマタを原料としたサプリメントが、美容や健康に良い,いと評判され、大いにもてはやされている。日本にも、常実のブラダーラックを原料としたサプリメントが、盛んに輸入されている。この状況を受け、厚生労働省は、ヒバマタを成分本質では、医薬品でないもののリストに含めている。ありがとうございます。